はいどうも。はいどうも。なんか最近の話なんだけど、はい、子供の身体測定の話結構ニュースでよくあるじゃない。はい、だから1件だけじゃなくて結構いろいろ定期的に出てきてるじゃない。やっぱりこう裸を触られたとかね、この検査は必要だったのかとか。そうですね、僕も昔なんかありましたね。まあ、特にね男の子なんで触られたとかはないですけど、上半身裸で並ばされたとか、はい、結構あるよね今。それで結構ニュースになりがちというか。そうですね、確かに女の子もね並ばせられるから、なんか、裸見られたりとかね、はい、とか。うん、どうというかなんか、うん、こうそうですね、なんていうんですかね、やっぱり最近のニュースで言うと男の子でしたっけ、最近のは男の子のが下半身触られたみたいなですよね。そうですね、なんかやっぱりねこう1年に1回は1年に1回かもうちょっとスパン長いかもしれないですけど、やっぱり定期的にこうその子供のやっぱりこうプライバシーっていうのがやっぱりすごい訴えられていってる時代というか、僕が小さかった頃、まあ、平成初期とかは、まあ、そんなのほとんどなかったというか、そうですね、なんかちょっと出始め頭角を出してたぐらいだった。と思うんですよね。ドクター小さいことは全然なかったんじゃないですか。そんなこともないと思うけど。そんなことはないか。いやどうなんだろうね。いや頭角っていうか、やっぱりその時代が変わってきて、やっぱ価値観が変わってきて、その昔ながらのものが否定されたりとか、過去の記憶、過去の価値観、過去の記憶を思い出した時に過去の価値観で成り立ってたものが今の価値観から見ると変だったりすると、あれ何だったんだって言って怒りに変わっちゃうとか。なるほど、まあ、結構あるよね。確かにそれすごい思いますね。そんなの、はい、そんなの昔は普通だったじゃんみたいなこともあるわけよ。工藤館のドラマじゃないけどさ、はい、あったじゃない工藤館のドラマで。あ知らないか、ドラマは見たないんで分かんないですけど、安倍貞夫が主演だったやつだけど、はい、まあそういうのあるよね。じゃあこう例えば、まあ、今、まあ、40、50代の人が、まあ、昔をちょっと思い出したりとかして、なんかそういうニュースとか見るじゃないですか。下半身触られたとか女子が、まあ結構あるんだよね。性被害は実は隠れてるだけでいっぱいあったりとか、日本はないと言われたけど結構あったりとか、児童虐待の問題も結構あったりとか、現在進行形で古い地域とかだと隠蔽されちゃうとか。なんでその当時されて、まあショックでずっと覚えてるパターンもあると思うんですけど、急に思い出すパターンもあるじゃないですか。いややっぱり今の価値観で昔のことを思い出すから、なんかつじつまが合わなくなって混乱するって結構あるよね。確かに、だから今あんまり思い出せちゃうからさ、はい、思い出せなかったらいいけどさ、思い出したらさ裸でさ両親にさ体触られてたわけじゃん、赤ん坊の時とか。まあまあそれをさリアルに思い出したら恥ずかしいってなるわけでしょ。でも発達の人結構時々そういうのあるからさ、なんかさ子供の時に裸で触られて怒られたんですよとか、裸の状態の時怒られたんですって。なんかね日本人ってまあお父さんと娘が結構、まあ、ある程度大きくなるまで一緒に入ったりとかもするじゃないですか。でなんかなんだろうね、だからそれがさ、はい、自分の家の家族の問題じゃなくて、そういうことをおじいちゃん先生が強いるからやばいよねって話だよね。結局意思感情コミュニケーションがもううまくいってないんだよ。で上の世代は僕ら以上にそういうインフォームドコンセントとか意思感情コミュニケーションのことを習ってこなかったから。まあ結構まあ古臭いというかよく分かってないというか、お医者様の世界なんだよね。なんかこう体が変化してこう恥ずかしいっていうのはなんかちょっと分かるんですよね僕。やっぱなんかねいや恥ずかしいんだけどさ、それはさ昔はさちょっと軍隊的だったからさ、恥ずかしいのを我慢しろっていう世界だったんだよね。昔っていつの話ですか？いやもう10年20年ぐらい前は普通じゃない？ 30年前ぐらいか、うん、ちょっと古いかもしれないですね。古いなんかその僕高校ぐらいになって片方ちょっとおっぱいが少し出てきちゃったんですよ、うん、でなんかこうその時自分がんかなと思って死んじゃう嫌だみたいな感じだったんですけど、病院行ったらなんかその秩父だみたいな、うん、なんかその女性ホルモンが多かったみたいで、うん、なんかそのちょっと出てきちゃって、でなんかちょっとすごい恥ずかしくて、なんかすごいなんかこう上半身なんか隠してなんかこう後ろ向いて着替えとかしてたんですけど、なんかこう成長しもうちょっと成長して大学内だと消失して、うん、なんか元通りになって、うん、なんかそしたらなんかまた恥ずかしくなくなったんですよね。やっぱなんか体の変化ってやっぱり結構そのこうなんかそこでやっぱりその体の変化するとそのこうまあ女性の方が特にね胸とか出てくるからやっぱりこういろいろ恥ずかしいとかなんかそういうの出てくるんだなとは思ったんだけど、さっきドクター言ったように価値観その時代背景にあった価値観によってもこう思い出す、まあちょっと話は違うとは思うんですけど、でなんかすごいなんか昨今のこのなんていうのかな児童に対するなんかそのこうなんていうのかなそのまあわかるよ、言ってることはよくわかるけど、はい、まあ価値観とかがすごくこう世代をまたいだ価値観の違いとかが可視化されてきて、うん、その問題が SNS によって拡散されやすくなってるよね。あうん、そうですね。だからちょっと本当に老害っていうとはあんまり良くないんだけど、老害っていうのが今キーワードになってるなとは思うね。でもう一個思うのはまあ僕ら世代っていうか今の60歳以下はもう腹立ってんのよ上の世代を。だって上の世代は、うん、年金で特攻する世代じゃない。ドクター世代。違う60以上。60以上の世代がそうなんかさちょくちょくさハムちゃんって俺のこと老人扱いするよね。いやいやそういう意味じゃなくてドクターこう飛躍して考えちゃうんで。いや飛躍そうじゃなくて僕今聞き取れなくて。あ違う飛躍して考えじゃなくてそのさそんなに世代そんなに年のさあんのかな。いやないですよ。そうでしょ。だから世代っていうほどじゃないよね。ないけどなんかその多分自衛隊的なやつがやっぱり結構古い。じゃなくてそれもそうなんだけど。わかんないですけど。いやそうじゃそうだけど、うん今の話はそこじゃなくてなんだっけ年金の話だね。だから今って年金で得をする世代と得をしない世代とか選挙で得をした世代と得をしない世代っていうのがいよいよ可視化されてきててなんていうのかな世代によっての不平等っていうのが結構拡大してる、うん、で上の世代に対して結構若い世代が怒ってきてるっていうのはまあ徐々に溜まってきてるなっていうのは個人的には思ってるんだよね。なんか感じるんだよねそういう世の中の波みたいな流れみたいな、うん、だからよく僕が女性の人はめちゃくちゃ上のおじさんたちに怒ってるってよく言ってるんだけど。このマグマみたいに怒ってんだよね女の人たちが。それがなんかふつふつといろんなところで出てきててそういうおじいちゃん先生っていうおじいちゃん男の人に対しての怒りだったり、うん、なんかいろんなところでそういうものが出てきてるっていうのも一個あるなとは思うね。うん、だから世代の違いでしょ。で医師患者コミュニケーションの、問題による怒りとかあと女性たちの怒り性別そうというか女性たちが中心となっていると思うんだよね今回の件も。学校のこととかってそういう人たちがやっぱ声を上げて男の人たち男の作ったそういう古い社会とそれをまだやっていくことへの怒りあとはその上の世代たちに対する怒り、うん、若い世代の人たちの不平等な感じの怒りとかがまあなんか垣間見れるなとは思ったけどね。うんそういうのがなんかいろいろ現れてるようなニュースだなとは思ったけど。その通りですね。うんそうだね。うんそうだね。いやなんか解決じゃないですけど、なんか、あ、そうなんです。いや、なんかもう、そうだなって感じですね。はい。なるほど。そうだね。なんかこんなんでいいんでしょうか。なんか、うん、あれ何を話そうとしてたんだっけ、この話って。動画撮る前に何の話でしたっけ。なんだっけね、忘れちゃったけど、なんか忘れちゃったな。まあでもどうせ雑談するんだったら動画にしようよっていうところからスタートしたんだもんね。まあでも今のニューストレンドってそういうのはあるなとは思うけどね。そうですね。これでいいと思います。いいね。はい。じゃあ終わります。はい。じゃあまた。